皆さんこんにちは、総太郎です。この度 YouTube のチャンネルを開設しました。イエーイ。はい、というわけで本日から始まります、このチャンネル名前がなんとですね、僕前々から温めてまして、いつかチャンネルを作る日が来ればこの名前がいいなっていうのもありました。その名も総チャンネルです。総ちゃんだから総チャンネル、安直。はい、そうなんですね。というわけで総チャンネルです。以前仮面ライダーゴーストで一緒だった大の仲良し柳くんが、彼の YouTube を作った時に、 YouTube 作ったんだ、いいな、僕も YouTube 作りたいんだよねみたいな話をしたんですけども、その時に柳くんが、総太郎さんどうせあれでしょ、総チャンネルとかそんな名前にするんでしょって言ってたんですけども、大正解です。柳くん大正解です。総チャンネルです。はい、というわけで総チャンネル今日から始まります。なんでこのタイミングで YouTube 作ったのかと言いますと、前々から YouTube やりたいなと思ってたんですけども、始めるなら何かの節目の時がいいなと思いまして、で節目って何だろうなって考えた時に、僕今年で36歳になるんですね。寅年年男、3回目の年男、36歳でございます。なので、年男の抱負としまして、挑戦すること、発信すること、行動することっていうのがあるんですけども、その挑戦、発信、行動の36歳一発目として YouTube のチャンネルを開設しました。よろしくお願いします。で本当はですね、誕生日を迎えてから解説発表っていう風にしようと思ってたんですけども、聞くところによりますと、本日1月11日大ラッキーデーということで、天赦日、天が許す日と書いて天赦日っていうのがあるんですけども、1年を通して一番の大ラッキーデーが今日らしいんですね。プラス一粒万倍日っていう、これまたラッキーデーなんですけども、この2つが重なった日が今日らしいんです。でこの天赦日っていうのが天が許す日っていうことで、何かを始めるのにとてもいい日、何かを始めても、何を始めても天が許してくれる日っていうことで、 YouTube 始めても許されるんじゃないかなと思いまして、急遽今日解説するに至りました。2022年1月11日1時11分にチャンネル解説のボタンを押しました。ゾロ目に意味はないと思うんですけども、気分的なものですね。で、どんなチャンネルかって言いますと、簡単に言うと、趣味のチャンネルです。僕の趣味、僕の好きなこととかを発信していくチャンネルにしたいなと思ってます。 Vlog 的な意味で、その中で、今コロナでイベントとかも打ちづらくなってます。そんな中で応援してくださっている皆様との交流の場とか、皆様に向けての発信の場としてチャンネルを作りました。でも基本は趣味のチャンネルですね。なんで僕の好きなこと、パソコン、ギター、ピアノ、ゲーム、ガジェット、犬、お絵描きとか、いろんなことに触れていく様子ですね、を発信していきたいなと思います。でこの総チャンネルって名前なんですけども、僕調べたんですね。 YouTube で検索したら、
むちゃくちゃありました。総チャンネル、いろんな方が総チャンネルっていうチャンネルを作ってらっしゃいました。なので今日はこう急遽始めてますんで、総チャンネルって言ってますけれども、突如チャンネル名は変わるかもしれません。むしろなんかいい名前あったら、もっと総チャンネルよりいい名前あるよって方いらっしゃいましたら、コメントお待ちしてます。でですね、このチャンネルを始めるきっかけ、節目の一つとして、僕デビュー15周年になるんですね今年。厳密に言うと18からやってるんで18年目なんですけども、僕の中でちゃんとデビューできたなって思えたのが2007年、エリートヤンキーサブローっていう深夜ドラマだったんですけども、そのレギュラーで福士譲っていう役、これが特殊な役でして、追うよしか言えない、いついかなる時も追うよとしか発することができないっていう特殊なキャラクターでした。それが本当の自分の中でのデビューかなと思います。でその直後に人生を変える番組、銃剣戦隊激レンジャーと出会いました。5人目の戦士鬼殺剣激チョッパーとして登場しました。そこから15年ですね。つまり激レンジャーも15周年、激レンジャーも15 years でございます。なので激レンジャーのみんなとも何かやりたいなと思いますね。激レンジャーのみんなといろいろな企画やりたいなと思います。僕が勝手に思っているだけですけど、ベタなことやりたいですね。歌ってみたとか踊ってみたとか、メントスコーラとか、マンペイにメントスコーラとかやりたいですね。あくまでも僕が勝手に言ってるだけです。でまあ実際何か15周年に絡めたことをやっていけたらいいなと思います。あとはですね、企画いろいろ自分の中では考えてるんですけども、基本は Vlog ですね。なんかこんな企画いいんじゃないとかありましたら、それもコメントください。というわけで2022年1月11日総チャンネル始まります。皆様よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価、いろんなコメント、総チャンネルよりいい名前あるよとかコメントお待ちしてます。よろしくお願いします。